神芽は、神が騎乗する馬として神聖視された馬である。日本の神社に封建され、あるいは、祭事の際に登場する馬を指す。馬の種類に特に決まりはないが、一般的に白馬を重んじる。奉納された神芽。競争オーバーを引退したサラブレットが、神芽として奉納されているというけ大宮宮宮にある、お馬や、神馬、お川平五。 金属製の新明像木製の新明像奈良時代から祈願のために馬を奉納する習わしがある。奉納者は一般の民間人から皇族まで様々である。小規模な神社ではその世話などが重荷となること、また効果であり堅納する側にとっても大きな負担となることから絵馬などに置き換わっていった。また、等身大の馬の像を持って新明とすることも多い。 演技式参観26条では、雨を願う時には黒毛の馬を、晴れを願う時には白髪馬をそれぞれ堅納するという記述がある。中世の武士は戦争での勝利を祈願するために新芽を奉納した。古くからの神社の中に新芽者、神宮者が馬の存在遺憾を問わずに設置されているところがあるのは新芽の風習の名残である。また、祭りなどにおいて、 多量の馬を使用する場合もあり、一時的に新芽と呼ぶ場合もある。競争オーバーを引退したサラブレッドが新芽として奉納されるケースもある。吉祥としての神馬の場合、中国、付随とに青い馬で、と尾の白いのは神馬であるとあり、俗に本期、神後慶文2年9月11日以上に、7月11日に、日後国から得た新芽の記述が見られる。 ありがとうございます。